最適な降下開始ポイントを選定します。それが抵抗になり失速状態となって加速するのに時間が止まってしまうんですね。速度をつけて戻ってきた。続いては第一世界大戦ドイツ人のエースパイロットマックス・インメルマンの名前がついたインメルマンターン。当時の戦闘機シデンの動きに合わせゆっくりと180度横転をします。エクストラ300キロは1秒間に総時間とローレージを400度という角度で曲がることができるんですけども、当時の戦闘機ゆっくりとした動きになります。そしてエネルギーを上昇方向に効率よく変化して短時間で高度を確保してこれで形に戻ってきてくれた。そして片方の翼を失速させて回る特殊な回転方法スナップロールでは押します。